ルーファーシーウェルは、イギリスの俳優。舞台俳優としても有名で、ブロードウェイの舞台にも立っている。ミドルセックス州にて、オーストラリア人の父親とウェールズ人の母親の間に生まれる。父親は、ビートルズのアニメ映画、イエロー・サブマリンに参加したアニメーターだったが、シーウェルが10歳の時に亡くなっている。ロンドンのセントラル・スクール・オブ、スピーチドラマで演技を学び、 1986年に舞台 Making It Better でデビューする。1991年に21-21で映画デビューする。イギリスのテレビシリーズではチャールズ二世を演じている。映画ではロック・ユー・をはじめ仇役を演じることが多い。1999年にオーストラリア人のファッションジャーナリストヤスミン・アブダラと結婚するが2000年に離婚。 エイミー・ガードナーと2004年に再婚するが2006年に別れている。ありがとうございます。